1985年のイラン・イラク戦争で、イラクはイラン上空航空機について48時間後から無差別に攻撃すると宣言しました。当時の日本は自衛隊による在外邦人救援ができなかったのですが、日本で唯一国際線を運航していた日本航空も安全の保障がされない限り臨時便は出さないとし、日本人がイランから脱出できない状況に陥ったのです。日本の大使がトルコの大使に窮状を訴えたところ、イルレル全権大使はこう言ったのです。わかりました、直ちに本国に求め救援機を派遣させましょう。トルコ人なら誰もがエルトゥールの遭難の際に受けた恩義を知っています。ご恩返しをさせていただきましょう。歴史に関する事件や人物などをご紹介しているゴン吉の歴史チャンネル。皆さんこんばんは。エルトゥールル号遭難事件をご存知でしょうか。1890年明治23年和歌山県沖の海でオスマン帝国から派遣されてきた軍艦が遭難座礁し、500名もの死者を出した事件なのですが、95年も後にこの事件を覚えていたトルコのビルデル全権大使の要請を受け、トルコ航空は自国民救援のための旅客機を増やし、215名の日本人を乗せ、全員無事に日本へ帰国できたのでした。日本の航空会社も見せるほど危険な状況下で、トルコ機は陸路での脱出もできる自国民よりも日本人の救出を優先させてくれたんですね。この救援機に乗れなかったトルコ人約500名は陸路自動車でイランを脱出するルートを選んでくれたのです。しかしどうして危険を顧みずトルコの方々は日本人を助けてくれたのでしょうか。トルコのビルレル全権大使が言ったエルトゥールル号遭難事件とはどんな事件だったのか、ご紹介していきましょう。エルトゥールル号遭難事件は1890年明治23年9月16日夜半に、オスマン帝国の軍艦エルトゥールル号が現在の和歌山県東室郡串本町沖にある紀伊大島の樫の先東方海上で遭難し、500名以上の犠牲者を出した事件です。木造フリゲートエルトゥールル号、1864年建造、全長76メートルは、1887年に行われた小松宮昭仁親王夫妻のイスタンブール訪問に応えることとして、オスマン帝国海軍の航海訓練を兼ねて日本へ派遣されることになりました。エルトゥールル号は1889年7月14日にイスタンブールを出港、数々の困難に遭いながらも11ヶ月かけて1890年6月7日にようやく日本へ到着しました。横浜港に入港したエルトゥールル号の司令官オスマンパシャを特使とする一行は、同年6月13日にアブデュルハミト2世からの皇帝親書を明治天皇に奉呈し、オスマン帝国最初の親善訪日使節団として歓迎を受けたのです。エルトゥールル号は寒冷26年の老朽艦だった上、補給品の不足や乗員の経験不足などもあり、そもそも極東行きの航海自体も海軍内部に反対意見が多く、日本にたどり着いたこと自体が大変な幸運だと見られていました。そして出航以来蓄積し続けた艦の消耗や乗員の消耗、資金不足に伴う物資不足が限界に達していました。また多くの乗員がコレラに見舞われたため、1890年9月15日親書を渡してから3ヶ月後になってようやく横浜出港のめどをつけたのです。そのような状況から遠洋航海に耐えないエルトゥールル号の消耗ぶりを見た日本側が台風の時期をやり過ごすように勧告しましたが、オスマン帝国側はその制止を振り切って帰路につきました。このように無理を押してエルトゥールル号が派遣された裏には、インド東南アジアのムスリムにイスラム教の盟主オスマン帝国の国力を誇示したい皇帝アブデュルハミト2世の意思が働いており、出航を強行したのも日本に留まり続けることでオスマン帝国海軍の弱体化を流布されることを危惧したためと言われています。遭難事件はその起途に起こったのです。1890年9月16日
夜21時ごろ、折からの台風による強風に煽られたエルトゥールル号は、紀伊大島の柏の崎に連なる岩礁に激突。座礁した機関部への浸水による水蒸気爆発が発生した結果、22時半ごろに沈没。これにより乗っていたほぼ全員が海に投げ出されてしまいました。しかし数人が何とか岸に泳ぎ着くことができたのです。柏の崎灯台元に流れ着いた生存者のうち約10名が数十メートルの断崖を這い登って灯台にたどり着きました。怪我をした体を引きずって必死に断崖をよじ登ったのですが、そこで力尽きて倒れてしまいます。そこにたまたま台風の様子を見回っていた大島の若者が気合わせました。もちろん彼はエルトゥールル号のことなど何にも知りません。倒れているのは見たこともない異国人、キレキレに漏らす言葉もさっぱりわからない。しかし災難にあって必死に助けを求めていることは確かです。救わなければ。とっさに若者の胸を締めたのはただこの一念でした。若者の連絡を受け多くの島民が駆けつけたのです。生きている人が他にいるかもしれない。とはいえ辺りは漆黒の闇、断崖の下からは怒涛逆まく轟音が吹き上げているのです。文字通り島民総出の救護が続きます。冷え切った体を乾いた布団や着物、あるいは人肌で温め、台風によって出漁できず食料の蓄えもわずかだったにもかかわらず、非常食として蓄えていたさつまいもや鶏まで持ち出して食事を提供し、数少ない医師も駆けつけて治療に当たりました。この結果、収容された69名が救出され生還に成功したのです。エルトゥールル号遭難事件は司令官のオスマンパシャを含めた587名が死亡または行方不明という大惨事でしたが、その中で69名もの命が救われたのは大島島民の奮闘があったからに他なりません。事件を聞いた明治天皇は政府に可能な限りの援助を行うように指示しました。各新聞は衝撃的なニュースとして伝え、義援金や弔慰金も寄せられたのです。大日本帝国海軍のコルベット艦である比叡と金剛が遭難事故の20日後、10月5日、東京の品川湾から出港し、生存乗員を分乗させて1891年1月2日にオスマン帝国の首都イスタンブールまで送り届け、イスタンブールに着いた日本人乗組員たちはオスマン帝国の感謝と敬意を表した熱烈な歓迎を受けることとなったのでした。エルトゥールル号の遭難はオスマン帝国内に大きな衝撃を呼びましたが、アブディルハミト2世の下では人災としての側面は覆い隠され、天災による殉難と位置づけて新聞で大きく報道されるとともに、遺族への弔慰金が集められました。またこの時に新聞を通じて大島村民による救助活動や日本政府の尽力も大きく伝えられ、当時のオスマン帝国の人々は遠い異国である日本と日本人に対して好意を抱いたと言われております。事件から15年後、1905年、明治38年、日露戦争が日本の勝利に終わると、長らくロシア帝国からの圧力を受け続けて日本同様にロシアの南下圧力にさらされていたオスマン帝国の人々は、東の小国日本の快挙を喜び熱狂したそうです。当時日本海海戦時にバルチック艦隊を破った連合艦隊司令長官である東郷平八郎提督にちなみ、東郷という名を子供につけることが流行したそうです。日本とオスマン帝国の外交当局による国交交渉は何度も行われました。両者の交渉は暗礁に乗り上げてうまく進まず、結局オスマン帝国の滅亡まで正式な国交が結ばれることはありませんでした。1914年、大正3年、第一次世界大戦が勃発すると、ドイツ帝国などの同盟国側に引き入られつつあったオスマン帝国の対外情勢は緊迫し、この戦争でイギリスなどの連合国側についた日本はオスマン帝国とは敵同士となり、
戦後のオスマン帝国の解体とトルコ共和国の成立という目まぐるしい情勢の変化を得て、1924年大正13年発行のローザンヌ条約締結、1925年大正14年の大使館開設により、日本政府とトルコ共和国政府は正式に国交を結ぶことができることとなり、1985年のイラン・イラク戦争で215名の日本人を助けてくれたということだったのです。遭難事件の現場となった串本町は、トルコの2つの町と姉妹都市提携をしています。カシノサキ灯台そばには、エルトゥールル号殉難少子慰霊碑が建ち、またトルコ記念館も建っております。町と在日本トルコ大使館の共催による慰霊祭が5年ごとに行われているそうです。以前はトルコの教科書にエルトゥールル号事件は載っていたそうで、トルコには今でも親日の方が多いそうなんですね。現在の教科書に載っているかは定かではありませんが、私が学生の頃は日本の教科書にこの事件は載ってなかったと記憶しております。もし載ってたよっていう方はコメント欄で教えてください。よその国に舐められたらダメなので無茶して遭難してしまった事件ですが、私ゴン吉も他の YouTuber に舐められないように動画作りに精進したいと思います。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。少しでも楽しんでいただけたら高評価を押していただきますようにお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。ただいまって言ってもいつもの誰もいない俺の部屋だ。ああ疲れた。俺も軍艦で家まで送ってもらいたいよな。しかし怖い事件だったな。怖いのはほんと勘弁してほしいわ。さあってテレビ見ながら寝るとするか。あれ、もう番組やってないのか。あ、そうそう。チャンネル登録してから寝てくれよな。おやすみー。